戦士時代の台湾では、戦士時代からオランダの東インド会社が台湾東南部に進出してくる1624年までの期間を説明する。ベルム表記、台湾はアジア大陸と地続きであり、この時代台湾北部に網ミ文化、南部や東部に長浜文化の遺跡が確認できる。長浜文化は旧石器文化に属すと考えられている。 紀元前七千年には石膏省のカボド文化と関連すると考えられる大、高文化が台湾全土に広がり、牛場等牛茂子文化などに引き継がれる。この頃同初化していた台湾に演山文化が伝えられる。これらの文化の担い手が台湾原住民なのか言語資料がないので確かめることはできない。わずかに、 紀元前300年前から始まる十三行文化の後期はケタガラン族であると考えられているのみである。オーストロネシア語族の起源は台湾にあり、5000年前以降に文化し始めたが、現在の台湾原住民が新石器時代から継続して台湾に居続けたのか、後に出戻ってきたのかは、はっきりしていない。台湾は東シナ海上にある島として、古くから、 中国人にその存在を認識されており、随時代の603年に書かれた文献にはすでに台湾への探検の記録が記載されている。もっとも台湾に漢民族が大量に移民するようになるのは17世紀以降のことであり、それ以前はフィリピン、インドネシア方面から移住したとみられる、原住民が十数とも20とも言われる、多数の部族に分かれ、異なる、 社会組織や文化を維持しながら各地に居住していた。台湾の領有を確認できる史上初の中国の王朝はモンゴル族が樹立した元朝である。ただし13世紀後半に宝庫諸島を領有したのみで領有範囲は台湾島にまで及んでいなかった。また元朝崩壊後に漢族の明朝が宝庫諸島を領有したがやはり 台湾本島に今では領有範囲が及んでいなかった。そのために公的にはどの国にも領有されていない台湾島は島周辺の海域を通過する船舶の一時的な寄港地あるいは海賊の根拠地として使用されるのみであった。台湾が本格的に開発されるようになったのは16世紀の明朝時代になってからである。和光の活動が 活発化するにつれて、台湾は和光の根拠地の一つとして使用されるようになり、民末には林道犬や林大鳥らの統領が拠点とした。やがて、漢民族、日本人が高級的に居住し始めるまでに至った。また、この時代になると、大航海時代にあったヨーロッパ各国から多くの人々が来航するようになり、台湾の戦略的重要性に気がついた。 オランダやスペインが台湾島を領有し東アジアにおける貿易、解剖の拠点としていった。そのために日本への鉄砲伝来やザビエルによるキリスト教伝来もおそらくは台湾を経由してきたのだと思われる。なお、ヨーロッパ戦闘して初めて台湾に到達した船はポルトガルの船であり、ポルトガル人船員が緑に覆われた台湾島に感動して、 ディア・フォルモサと叫んだという伝承から台湾の別称であるフォルモサが誕生したとされている。ありがとうございます。